大成建設株式会社代表取締役社長の村尾でございます。本日は2024年3月期第2四半期決算説明会にご参加いただき誠にありがとうございます。私から2024年3月期第2四半期の決算概要とプライム市場上場維持基準の適合に向けた進捗状況について ご説明させていただきます。ではまず、2024年3月期第2四半期の決算概要についてご説明いたします。はじめに決算サマリーについてです。グラフのグレーが繰越工事高、赤が受注高。 青が完成工事高を表しております。2023年9月末の連結繰り越し工事高は、前年度末より11%増の952億5400万円となり、高水準を維持しております。連結営業利益額は、 前期に受注した案件を中心に、建設資材価格の高騰や労務費の上昇に対する価格転嫁が当初想定したよりも進まなかったことなどにより、前年同期より74.9%減の2億3300万円となりました。また、連結営業利益率は前年同期より 1.8ポイント低下し0.6%となりました。以上が決算のサマリーとなります。次に連結売上高の推移でございます。2023年9月では前年同期より6.6%減の362億5200万円となりました。 2024年3月期は、当期の堅調な受注により、760億円を予想しております。4ページには、主な完成工事の写真を掲載しております。上段が住宅、下段が非住宅となります。分譲マンションをはじめ、スーパーマーケットやオフィスビル、物流施設など、 完成引き渡しいたしました。次に、売上総利益の推移と営業利益の増減要因についてです。資材価格の高騰や労務費の上昇に対する価格転嫁が想定よりも進まず、売上総利益は前年同期より21.5%減の 20億 9, 万円営業利益は前年同期より74.9%減の2億3300万円となりました次に利益率低下要因の分析と改善に向けた取り組みについてです利益率が低下した要因は急激な資材 価格の高騰や労務費の上昇により、建設コストが増加したこと、前期以前に受注した案件を中心に、増加したコストを価格転嫁することができず、複数の案件で採算が低下したことによるものです。なお、足元の受注は好調に推移しており、受注時の採算も前期と比べ改善傾向にあります。 来期以降、利益は回復していく見通しです。次に、連結受注高の推移でございます。主力分野であるマンションの受注が好調で、447億7200万円となりました。2024年3月期は、当初計画では777億円を見込んでおりましたが、 足元の受注状況を鑑み、811億円を予想しております。次に、連結受注高の用途別、地域別の推移です。用途別では主力であるマンション、集合住宅が堅調です。地域別では中部エリアの受注が大幅に増加しております。 9ページに主な受注工事を記載しております。マンション、物流倉庫をはじめ、館長案件の給食センター改修工事などを受注いたしました。次に、2024年3月期の見通しについてですが、連結売上高は、前年同期より5.8%増の760億円を見込んでおります。 連結営業利益は、建設資材価格の高騰や、労務費の上昇に対する価格転嫁が、当初想定したよりも進まなかったことなどが影響し、前年同期より45.4%減の10億3000万円、営業利益率は1.4%を見込んでおります。 来期以降につきましては、利益率は改善傾向にあることから、回復していく見通しです。次に、連結貸借対象表でございます。資産の部では、売上債権が増加したこと、負債、純資産の部では、仕入れ債務が増加したことなどにより、 総資産は54億6600万円増の510億9100万円となりました。なお、自己資本比率は42.4%となっております。次に、連結キャッシュフローでございます。売上債権が増加したものの、仕入れ債務や 未成工事受入金が増加したことなどにより、営業キャッシュフローが19億5000万円増加しましたが、配当金の支払いにより、財務キャッシュフローが4億1400万円減少したことなどにより、現金及び現金同等物の市販期末残高は115億3100万円となりました。 次に SDGs の取り組みについてです。リニューアル工事や耐震改修工事の受注、新技術の開発など、目標管理指標を設定して取り組んでおり、実績は記載のとおりです。また、前期にサステナビリティ委員会を設置し、今後優先的に取り組むべき 重要課題について議論を進めております。以上が2024年3月期第2四半期の決算概要となります。続いて、プライム市場上場維持基準の適合に向けた進捗状況についてご説明いたします。上場維持基準未達項目のうち、 流通株式時価総額は株価が堅調であったこともあり2023年9月末時点において94億5000万円となっておりましたしかしながら10月に業績の下方修正を行ったことなどが影響し現在は約87億円となっております一日当たりの売買代金は 2023年9月末時点で6500万円となっており上場維持基準をクリアしておりますそのほか適合計画書に記載した各指標の進捗状況につきましては記載のとおりです引き続き2025年3月期でのプライム市場上場維持基準の達成を目指してまいります 次に事業戦略についてです。まず事業基盤を強化するため、既存事業に対し50億円を投資し、技術力、収益力を強化いたします。さらに土木事業や不動産事業、環境関連事業といった周辺事業、新分野へ進出するため、50億円を投資し、 2025年3月期までに合計100億円を投資する計画です。中でも既存事業強化の柱が DX です。DX の活用により営業力、技術力、施工力を強化してまいります。18ページに推進体制と全体スケジュールを記載しております。 社長直轄の組織にベトナム最大の IT 企業である FPT 社と連携した強力な推進体制を構築して開発を進めており、当期から順次運用を開始しております。開発中の営業 DX の概略は記載の通りです。例えば、 障害者さんの見積もりは、以前は依頼を受けてから数日かかっておりましたが、DX システムを活用した場合、即日に提案が可能となります。次に施工 DX の概略についてです。DX システムにより、技術やノウハウを共有、活用することで、 全社の現場マネジメント力がレベルアップします。次に土木事業への参入についてです。事業領域を拡大するため、この度株式会社上島組と川西土木株式会社2社の全株式を取得し、当社のグループに加わりました。 上島組は独自の工法を強みに特殊土木領域において高い収益力と豊富な施工実,実績を有している会社です。当社の経営リソースを投じることで事業基盤をより強固なものとします。22ページに上島組の主な独自工法を紹介しております。 上島組は活眼というジャンルで独自広報を持つ有力企業です。当社グループの収益力向上に貢献してくれることを期待しております。川西土木は兵庫県内において多くの土木事業を手掛けております。公共工事において豊富な施工実績を有し、 一級土木施工管理機種をはじめとすする多数の有資格者が在籍しております上嶋組川西土木が当社グループに加わりグループ間の連携を強化していくことで土木事業をはじめ事業領域の拡大と安定的な収益確保を目指しさらなる企業価値向上に努めてまいります。 次に資本戦略についてです。当社の配当方針は、2023年3月期から配当成功50%以上としており、積極的な株主還元を実施しております。2024年3月期の年間配当金は、中間配当35円、 期末配当35円の70円を予定しております。次に、自己株 TOB、ワラントの発行についてです。現在、プライム市場上場維持基準の未達項目となっている、流通株式時価総額の向上を実現するため、自己株 TOB とワラントの発行を実施します。 また、コーポレートガバナンスコードで要請されている政策保有株式の縮減にも対応いたします。流通株としてカウントされない事業法人や銀行の固定株を株価への影響に配慮しながら市場に供給することで流通株が増え、流通株式自賀総額を押し上げることが期待できます。 ワラント発行により調達した資金は既存事業の強化や生産性向上のための DX 関連への投資不動産や環境事業といった周辺分野での事業拡大のために活用してまいります次に ESG についてですガバナンス体制を強化すべく 各施策に取り組んでおります。当期は気候変動に対する取り組みとして、2023年11月に TCFD 提言への賛同を完了いたしました。今後もサステナビリティ委員会を中心に、環境問題への課題解決に向けて協議していきます。その他、IR 活動につきましても、 より多くの投資家様に当社の事業活動を認知していただけるよう取り組んでおります。私からの説明は以上となります。ありがとうございました。